ろうも言うてなんだらもう横向いてもでもいつも終わってた。ということは結局あの力の輪であり何やってると何してんのなんていう形なんだな。普通の人はやっぱり人を壊すみたいな 力でやるしかないとこう思うためにどうしても力を鍛えて早めにスピードつけて力でやらなあかんと思ってその質の高いにその影さんの方法をなあどっから上がっていいかわからんのでそうその方はね全然くでんねんなとかんしあの剣道がやってると思うんやけどね。剣や上でこうやって飛ぶんやけども果て都市の運動ってなるから絶対の音がある私の真偽の人形じゃないってな。この本にもなったよ。この写真に説明してる。日本の三種の真偽のね、剣道の並びと玉と。この三元っていうのはそれだからね。三元しかなじる気じゃなくて、結局それをそれを形なんだから、日本は真国やという、神の国やということだと思うよな。その日本の宝やからね。だから神の国やと。そのことやんといてのは、三種の神器を取るんやから神やと。いうことやな。不思議やないわけな。正直そのまま知らんからで、なんてあの、まあ、なんでも、正解でも、あれは神だなんか女性だなんかって言うけども、実際にこの御前の話を聞いてもらってことは、やっぱり神というものは、宇宙というものは神の現れやからな、結局。それを形取ったのが、三種の神器やということになってな、言われるんだ何も知らんもんでも、ああ一応そうかなということがな分かってるからな、大御先生のお話聞いてるとやはり一応納得いけるな話が聞けるからな。一番最初に僕も聞かされた時は「どこが神ってのあるか」って「ありがたいかありがたないか」って言ったら返事に困ってたら。ありがたなかった高岡は3日も1分も来てられんのって言われたんで、なんでかなと思ったら、また人見るのが神やということで言われてね、なるほどなとは思うんで、売れなかったら結局生きてられへんでな、もう地球上に何も生存できやん、それが神や、みんな神というのはおかえりのというのは、みんな声が入って言うからやん、まだ分からんからで言うと、あたたやらわいだらけのことでやってな、本当の神だよな、人見るのだから神さんに人見ぞすなよって言われて、ああなるほどな、今までの宗教家とこれはだいぶ違うなと思って、最初にもうからもう先生というものの被害さを自分が、まあ、お詰めから思った。